どうもこんにちは。室内飼育今年ですね初めて、第1回目の、水替えとなります。乙姫をですね、メインに挙げてるんですけども、昨日の晩に、こっちにお引越しをしてきたんですけども、やっぱりね、どうしても室内水温が上がることによって、餌の量も増えてくるので、結構やっぱ水傷むのは早いですね。少し濁ってきたなと思ったら、自分はちょこちょこもう水替えをね、今回はしていこうと思います。これがですね、白濁りしてきて、当然今回バクテリア飼育してないので、とにかく水替えでバン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 な回していかなくちゃいけないです。ご飯をしっかり、ほどほどになんですけども上げて、その分ですね、この子たちは出すものを出すので、飼育水が濁ってきます。当然この中に、バクテリアっていうのはあんましいないです。水替えでどん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 回していって安定させてい、こうと思ってる船なので、スポンジフィルターすら入れてないですね。もうエアストーンで回しておりますので、こっちの方が掃除しやすいんですよね。その分ちょっとやっぱ汚れるのが早かったですね。理想では2日に1回が理想なんですけど、ちょっとこの180リットルのブルコン、だいたい6割ぐらい水を入れてるんですけども、この水の量ですとちょっと1日と持たない感じですね。もうちょっと水の量を増やすか、もしくは水替えして半日ぐらいは餌をストップする。で、後半戦にかけて餌をあげれば、2日伸ばせることはできるんですけど、そういうのも自分のその生活リズム、忙しい時はそういうふうにね調整していってもいいかもしれないんですけど、今現在ね、今週もそうですけど結構暇なんでね、あと水替えもね、こうやって魚の体調チェックしながらやっていくのっていうのは楽しいので、ちょっと水替えの方をしていこうと思います。本当昨日リビングの方に、お引越ししてきた子たちなんですけども、早速もう水替えをしなくちゃいけないという感じになってきました。今この中に100匹ぐらいですね、100匹もいないですかね、100匹ぐらい自分はいると思ってるんですけど、その中でですね、2、3匹やっぱりひっくり返る癖のある子、この子ですね。この子もひっくり返りますね。飯食ったり水替えした直後なんかは結構浮いてきますね。で、もう1匹もう2匹ぐらいいたんですけども、今のところちょっと目立たないですけども、そんな感じですね。とにかくもうこの真ん中にですね、このブクブクを置くことによって、なんかぐる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 魚がなんとなくですけど回ってるのが伝わりませんかね。あまりエアーとかブクブクでね、魚を泳がすのは、いけないと言われてる。魚が弱って死んでしまう、疲れて死んでしまうっていうことも言われるんですけども、自分はどっちかというと、もう広いスペースをどん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 泳いで、筋肉つけて、筋肉って魚あるんですかね、よくわかんないですけど、しっかり、泳いで、ご飯を食べて、しっかり出すものを出してっていうふうに、なってくれればいいかなと思いながら、自分は生活を飼育をしております。で、朝方の水温が20度だったんですけど、現在が、3時です。お昼の3時になりまして、もう朝方の時点で、ああこれちょっともう1日と水が持たないなっていうのが分かったので、早速もうヒーターの方は切りまして、朝から朝20度だったんですけど、現在お昼の3時にかけて2度か3度落ちましたね。現在が17度ぐらいですかね。17度、18度らへんですね。で、ヒーターを抜いて、温度の方を下げました。で、こっち、新しい水の方ですね。新しい水、お引越し先ですね。こっちは、ヒーターはね、当然一切入れてませんでしたので、とにかくこっちの新しい水に、の水温に、合わせるがためにヒーターのスイッチを切りました。スイッチを切ったところで、2、3度の温度変化で済みます。
特に長時間での 2,3 度の温度変化ですので、まあ、特に問題ないだろうということで、稚魚だからといってね、温度差を経験させないのは自分はちょっと違うかなと思うので、しっかり温度差っていうのはですね、経験させながら、飼育していきたいなと思います。そして今日は今が3時前ぐらいなんですけども、まあ6時ぐらいですね、6時ぐらいにちょっと水替えしようかなと思います。その前にちょっと最後の餌をですねあげて、この餌を食べさせてある程度落ち着いたら約2時間後か3時間後ぐらいに水替えをしていこうと思います。まあ、室内飼育のいいところは時間帯ですね、水替えの時間帯が限られてるわけではなくて、いつでもしていいというのは非常にメリットかなと思います。外飼育だとですね、季節によって、まだ夏なんかは真夏なんかは朝方一気にやるんですけども、結構寒暖差が激しい時期っていうのは昼間ですね、昼過ぎぐらいにやることが多いですね。結局その季節季節で溜め水ってあるじゃないですか。自分は溜め水方式で水替えをしてるんですけど、室内だとこっちですね、これが溜め水ですよね。新しい溜め水とこの古い飼育水の温度が合う時間帯ですね、その時間帯で水替えをします。そういう意味で季節によって水替えの理想の時間帯というのは違うんですけど、真夏なんかは日中ですね、めちゃくちゃ暑くなって、その日陰に置いてある船は、ね、当然適温というか30度ぐらいなんですけど、日向に置いてある船は35度とか平均になってくる、平均にね、そんな風に出てくるので、そうなってくると昼間に水替えをするとですね、新しい水と古い水と水温差が結構出てくるんで、そういう意味ではあれですね、朝方ですね、夜中長時間かけて、夜から朝方にかけて、当然太陽が出てないので水温っていうのは一緒になってきますので、朝起きた時点で、ね、水温が一緒っていうのが分かるので、真夏なんかはね、いつも朝日が昇った時点で、金魚の活動をしています。大体5時ぐらいには日昇るんですかね、真夏は、5時ぐらいから金魚の水替えをやっています。で、泳ぎ方見てると多分この子ですね、この子飯食ったらこうやってこんな感じです、ひっくり返るんですよ、すぐとか、朝方水温が下がったりしたり、水替えした直後とかですね、こんな風にひっくり返ります。今飯食ってひっくり返ってますね。まあ本来もうこの時点で羽の対象なんですけども、結構愛着出てきたんで一緒に育てています。この餌でだいたいですね、今から2時間後ぐらいにはね、ちょっと白濁りがですね、また一段と増してきますね。これ本当タイミングミスるとですね、稚魚の船ですね、白濁りしてきたな、水返せななと思ってて、サボって次の日しようなんて思ったら、次の日ですね、結構8割方、死んじゃってたり、することよくありますね。病気になったりすることあるんで、本当に白濁りしてきたなと思った時点で自分はもう帰るようにしてます。もっと言うなれば、白濁りちょっとしてきたなと思ったら、最後の餌あげて2時間後ぐらいに、水替えをする感じですね。自分の場合はもう白濁りした、完全になってるっていう時点でもう餌あげたら結構やらかしてしまうこと多いので、あくまでもちょっと白濁り始まったなっていうぐらいの時に、最後の餌をあげて、その食べた餌ある程度腹から出してくれたらと思ったら、隣の船に移動するっていうやり方をですね、これからしていきたいなと思いますので、ですので大体自分は2日に1回ぐらい水替えっ
って言ってましたけども、2日に1回何時何分にしっかり決まった時間にルーティンのように 水替えをするんじゃなくて、もう水の状態を見て、ちょこちょこ水替えをしていこうかなと思います。ただちょっとね、やっぱり毎日毎日これやるのも大変なんで、やっぱそれは餌の量を調整して、できれば2日に1回のスパンが僕にとってはね、ちょうどいいというか楽なので、ちょっとまた餌の配分ですね、またリズムがまだ分かってないんですけども、ちょっと考えていきたいなと思います。寒いですね。ということで、だいぶ 2,3 時間経って、移動していきたいと思います。外はですね、極寒なんですが、中はポカポカということで、よし、もうただ単に、シンプルに網ですくって移動するだけです。その前にエアを移動しとくから先に。よし、 OK です。初めての水替えということで、ちょっと不慣れな点もたくさんあるんですけども、とりあえずもうガシャーとすくって入れるでいいっすね。あ、水温はバッチリ合ってますよ。隣と水温はバッチリ合ってます。すくって入れるっていうのを繰り返していきますね。すくって入れる、すくって入れるという感じで、あんま真似しちゃいけない、水汗も何もせずに水温だけ合わせてドボンなので、僕はこれが性に合ってるというか、これが一番なんていうんですかね、いいと思ってやってるんですけども、一般的な飼育方法のマニュアルからはちょっと水合わせをしてないので、マイナス意見もあると思うんですけども、まあこれはあくまでも、僕の場合はっていうことで、これで終わりかな。これでおしまいです。あとは水を抜いて新しい水をドバッと入れれば、水替え終わりということで、多少ですね、やっぱ網にくっついて糞も入っちゃうんですけど、あんまりその辺はもう気にしないということで、水替えの方終わりました。ほいで、100均のホースで、1本100円ですね。100円で購入した排水のホースで、外に汚い、飼育水を流し出して、まあ、あっという間に4本でやってるんで、あっという間に排水しますね。で、終わりましたら、こっちの新しい水をドバンドバンと、どうくらいでしょうね、25リットルの、バケツで4往復ぐらいしましたら、本当に正式に、終わりっていうことで、今日の水替え終わりたいと思います。